はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属二段の飛田咲です。今回はね、またちょっとボードゲームをやっていこうと思うのですが、今回プレイするゲームはこちらです。ウボンゴというゲームです。まあね、あのパズル版ゲームの決定版と書いてあるんですけれども、まあ、パズルゲームですね。まあ、本来でしたら2人で対戦するゲームなのですが、こちらのパズルボードとこちらのねパズルタイルを使って遊んでいくゲームです。まあ、詳しいねルールはこの後動画の方で説明していくのですが、今回は一人でやるということで、まあ、このパズルゲームをね5分間以内にどれだけ解けるかということでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。対戦開始。はい、というわけでルール説明をしていきたいと思います。まあ、今回使うのがこちらのパズルボードとパズルタイル、そしてこちらのサイコロですね。これを使っていきます。で、まずは、まあ、要するに、まあ、まずこのサイコロを振ります。で、手のマークが出たので、この手のマークのところを見ますね。そうするとここに書いてあるのと同じこのタイルを選んでいきます。これとこれとこれですね。で、この3つをこの中にピタッとパズルとしてはめることができればゴールです。で、まあ、それをね制限時間以内にやっていきましょうっていうことなんですけれども、まあ、2人対戦の時はこれを先にできた方が勝ちってことなんですが、今回1人でやるので、まあ、タイムトライアルとして1分で、まあ、1枚やる目安で、まあ、5分で今回は5枚やるイメージでやっていきたいと思います。まあ、例えばこれだと、だな、こうやる、で、こうやる、で、こうですね。こうやればピタッと埋まりますね。こうすればクリアということで、続いてこれを崩して隣のやつに行きます。これを5分以内でどれだけできるのかっていうことで、今回はタイムトライアルをやっていきたいと思います。ちなみにこれは3つなんですけれども、裏返すと難易度が上がって盤も広くなり4つになります。ただ今回は最初なのでデモンストレーションということで、この3枚で何枚できるのかっていうね、ちょっと簡単なステージの方からスタートしていきたいと思いますので、頑張っていきましょう。はい、それではやっていきたいと思います。よーい、スタート。はい、じゃあとりあえず振ります。で、これをちょっとね持ってきますね。コガネムシみたいなマークはこれですね。 Z、 これ、これの組み合わせ、これ難しいですね。これなんだ、いきなり難易度高めなの来たぞ。こうやる、こうやる、いや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 、結構来たねこれは。で、ちなみに言い忘れてたんですけど、できたらウボンゴと叫びます。ウボンゴで1枚クリアですね。続いてこちら、はい、次これ何のマークだろう、これで、これと、皆さんもちょっとね、どんな風に組み合わせるのかとかね、私が何枚できるのかなっていうところも含めてお楽しみいただけたらと思うのですが、これは入れ方がしくったか、ここじゃない、こっちか、え、いや待てよ、いやちょっと待て、え、まさかの、まさかのここに来ての、あれ、なんだこれ、こう、こう、いや、こうでしょ、あれ、なんだこれ、こう、う、あう、あう、ちょっと待って、わかんない、ちょっと待って、なんでこんなところでこんな引っかかる、こうやる、これ違うな、こっち、こっちからの、あれ、こうでしょ、あれ、手順がまずい、まずい、まずい、できたけど超時間かかった。ウボンゴ、やばい、このロスタイムを私は巻き返したい。はい、次、鹿でございます。鹿さんですね。こうやる、あとこれ、あとこれ、この5ってやつがね苦手だな。これが出てくる、ゲ、出た、これ、こうやつがいてはるということはですね、こうか、で、こうだ、で、こう、はい、ウボンゴ、はい、で、次、手、手みたいなやつ、このグニャでしょ、これでしょ、これ、だな、これがくせ者だな多分ね。こうやる、いや、これは
これここに入れちゃダメか。やばいな、こうやる。で、こうやる。はい、ウボンゴ。ウボンゴです。で、これだ。で、はい、次ゾウさん。ゾウさんは、これと、これと、これですね。これはね、こう入れたい。こうであってほしい。で、こうだ。で、ちょっと掴んできたか。はい、ウボンゴ。あと2分ですね。序盤の出遅れを取り戻したい。はい、次これ。これなんでしょうね。なんかこういう虫いますよね、多分。これとこれと、これ。はい。まあ、これここに行ってほしいんだけどな、個人的に。来た来た来た、見えましたよ、私の頭には。はい、ウボンゴ。ちょっと慣れてきたんじゃないですか。カメラの方見る余裕全くないです。鹿さん、私真剣にこれ、勝ちに行ってますからね。誰にって自分なんですけど。自分との対戦なんですけど、ただの。待てよ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 。これなんだこれ。この、ここでこれ。あ、こうやって、ちゃうな。こう、あ、こうだ。こうやって、こうやって。こうですね。はい、ウボンゴ。よいしょ。次はこれです。カメムシですかね。カメムシっぽいやつ。これこれのこれですね。この3枚使っていきます。これとりあえずここに入ってほしいんですけどね、個人的願望としては。で、ここでこれをはめてこうです。はい、ウボンゴ。続いて、はい、次これニョロニョロ。ニョロニョロはこれと紫とこれですね。いやー、ちょっと待ってくださいよ。これなんだ、これこれなんだ。こう来て、こう来て、こうや。はい、ウボンゴです。はい、いや全部いっちゃうよこれ。あと20秒か。あと2枚ぐらいいきたいな。ちっちゃいこれと選んでる時間がやばい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 。これ決めたい決めたい決めたい、決めさせてくれ。ちょっと待って、こうだ、こうやってこうです。はい、ウボンゴ。いやー、これでタイムアップです。はい、タイムアップですね。はい、というわけで5分間のタイムを測りました。何枚あるのか見ていきたいと思います。いやー、結構頑張りましたけどね。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚ですね。これ1枚最初にちょっと目印に置いてたやつなんで。というわけで、このね、3枚で解いていくやつは5分間で、10枚解くことができました。一応ね、1分で1枚解くのを目標にしていたので、とりあえず、自分としては、頑張った出来じゃないかなと思います。今こちら3枚で並べていくタイプでやっていたんですけども、今度はね、ちょっとフィールドが広くなって4枚できる、4枚はめていくタイプ。ちょっと難易度がだいぶ上がりますが、これで、5分間何枚できるのかということでトライアルやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。よーい、スタート。はい、じゃあね、4枚になりました。ちょっとね、難易度上がってくると思います。次、まず鹿さんですね。紫と緑とこれとこれの4つの組み合わせの中からパズルしていきます。とりあえずこの辺入りそうっぽくないですか。で、これとかこの辺来て、雰囲気はね。いや、これがこれが、いや、これがいかない。これ違うわ。ちょっと待って、違うことしてる。で、こうか。じゃあ、で、これをここに、分かった分かった、はめてからのこれです。はい、ウボンゴ、クリアですね。はい、で、続いてこちらのコース、はい、これですね。これは青と、なんかさっきこれとこれちょっと間違えちゃったかもしれないですね。ごめんなさい、なんか似てて慌てちゃってたので間違いなにします。今度はこの4つなんですけど、これがこれ苦手なんですよね、私。これ来るとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっと心配な気持ちになる。
ちょっと待って、こっから行っちゃあかんのか。いやこれどうすんだ、なんだこれ、脈略がない。こう、いや違うな、やばい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 ぜ。こうやる、あこれでこれを埋めていく。いや違う、えちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、こうこう、こんな難易度上がる、いきなり。えちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい、パスとかパスもできますってなんかルールブックに書いてあったけど、したくない。あ見えた、やばいよ、タイムロスがひどかった。はい、ウボンゴ、ウボンゴです。めっちゃ時間かかった今の。また同じですね、今あんま切れてなかったかも。まあでもこうやる、こうやる、紫、緑、はい、今の遅れを取り戻すべく私は立ち上がる。こうやる、いやこれなんなんだ、何これ、長長い。あでもこれだ、こうや、こうやって、こうやって、こうだ。はい、ウボンゴです、ウボンゴ。よし、はい次これです、これですね。青の3つと紫、黄色にカクカク。これここに行きたいな。いや出たよ、これ長いんだよな、これこれ長いんだよね、これ長いんですよ。だからこういう長いのはこっちに行ってもらって、ここ入んないもんね。でもダメだね、こんなことしちゃ。あなたはどこに、こうだ、こうやって、こうやって、こうやってこうです。はい、ウボンゴ、ウボンゴです、オッケーです。やばいな、時間ないんだけど。でこうやる、ゾウ、ゾウさん、ゾウさんはこれと、赤4つと緑と、はいこれ、またこれ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 、私の苦手なこのこのこう、これこれ、しかしこれ何、これとこれがなんだこれ、なんだこれ、こいつが違う、絶対。ちょっと待てよ、あ、わかった、ここに入って、で、いやこれがいかない、くわやばい、ちょっとマジか。こうやる、これが入んない、ちょっと待って、こうでしょ、落ち着け、落ち着くんだ。こうやる、いやこれ長すぎんねんな、こう、やばい、ちくしょう、こんなところで私はこんなところで終わるのか。ここまで生きてきたのに、ここまで生きてきた、うーく、あーく、く、ちょっと待って、なんでできてますか皆さん。私これ真剣に迷った道に、わからない、こう、あもう飛び出てるし、ちょっちょ、いや参ったな、こうやるでしょ、これさっきやったよな絶対、なんか辿ったことのある道、そうこれが路頭に迷うんですよ。いやダメだ、投了ですかね。ここに来てやられました、参った。これ何だったんだろう、正解、正解がないんですよねこれね。あ皆さん分かりましたよ、こうやってこうやってこうやってこうでしたね。いや見えなかったですね、これ猛烈に私ここでタイムロスしたんで、異常に枚数少ないと思うんですけど、数えていきたいと思います。これはできなかったのでボツですね。いきますよ、1、2、3、4、これ最初のおまじないなんで、今回の結果は5分以内で4枚という結果になりました。まあ標準がね1分で1枚解くっていうことなので、まあ標準以下ということで非常に残念な結末だったんですけれども、まあこれが今の実力とね真摯に受け止めて、まあこのねパズルゲーム、またウボンゴ、そして囲碁に励んでいきたいと思います。
まあ、非常に面白いゲームなのでね、対戦としても一人対戦としても、そしてもしまあボンゴをね手元にお持ちの方はぜひね私の記録をまあ軽く超えていただけたらと思います。またちょっとリベンジしたいな。面白い、悔しかったです。